任天堂 DS、任天堂 DS ライト DS ライトを閉じた時の天面。右上のランプは左側が充電、右側が電源及び無線用の役割を持つ。DS と DS ライトのタッチペン比較任天堂 DS ライトは、任天堂から発売された携帯型ゲーム機、任天堂 DS の上位モデルに位置づけられている。希望小売価格は、 当初16,800円で2010年6月19日からオープン価格となった。2008年11月1日には上位モデルの任天堂ダシー d s i が発売された。任天堂 d DS と同様に生産終了となっている。修理受付は2017年4月30日をもって終了した。基本性能をそのままに携帯性を高める。 よひと回り小型軽量化がなされ、デザインも一新された。発売当初は、任天堂 DS の上位機種として、従来の DS も並行して販売されていたが、DS の爆発的なヒットも手伝い、同様の経緯で発売された、ゲームボーイアドバンスとゲームボーイアドバンス SP と、同様に、任天堂 DS の後継機として、生産、普及が進んだ。発売に際しては、 前日深夜から行列に並ぶ人が出るなど客が殺到しニュースにもなった。DS 自体の品不足が響き、数を揃えられない店や入荷自体ができない店、便乗値上げをして販売する店や大量に入手してインターネットオークションなどに出品し荒稼ぎするものなどが続出した。日本で2006年3月2日にオーストラリアでは6月1日に 米国では6月11日に、欧州では6月23日に、中国では e ーク DS ライトという名称で6月29日に、韓国では2006年7月20日に、大元 C&A によって発売され、2007年1月18日に、韓国任天堂によって発売された。任天堂 DS から変更された仕様のみを記す。外は、従来型の DS と同じ。 初代 DS およびゲームボーイアドバンス SP 周辺機器、プレイヤンを DS ライトに接続した状態ハードの特性上、通常の g b a カートリッジよりも約 1cm はみ出る以下は、ニンテンドーから DS ライト用として発売されているもの。初代 DS 用の周辺機器も一部を除いて使用可能。以下の記述は、特記事項のない限りは日本での発売日。 ポケモンセンターポケモン大好き、クラブオリジナル以外はいずれも上記オリジナルカラー機種の上面カバーに印刷を施した仕様になっている。外装のカバー部分だけ別に用意すれば良いため、少量の品にも対応しやすく、プレゼント品などでは数十個程度しか存在しないものもある。米国では2006年6月の発売直後から、 DS ライトのヒンジのパーツが割れる報告が購入した顧客から多数寄せられた。任天堂米国法人はこの報告について7月23日にアメリカ出荷分で0.02%の割合で同様の現象が起こる DS ライトがあるとして無償修理を行うとした。任天堂 DS、DS ライト用の AC アダプターの一部に不具合があり、 任天堂が無償交換に当たっている。ありがとうございます。